はい、三好達治を演じました。あ、完全復活おめでとうございます。ありがとうございます。三好達治、壮絶な映画だったので、皆さん怖がられてるんじゃないかなと思うんですけれども、今日は和やかにトークしたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。恵子を演じました入山典子と申します。こんなに集まっていただけて本当に嬉しいです。今日迎えられたことを幸せに思っています。最後までどうぞよろしくお願いいたします。東出昌大さんが、まあ、今完全復活とか ありましたけども、私の気持ちはもうずっと前に復活しておりますので、はい、で本当に代表作の一つとして、語られることが多かったような気がします。演じてみていかがでしたか？いやそうですね、友人の映画ライターとかその映画批評の方にも新境地とかって言っていただけたんですけれども、まあ、こんな壮絶な役今までやったことがなかったので、本当に台本通り一生懸命やったらそういうふうに言っていただける作品になれたかなと。ただやっぱりお芝居は自分一人でできることではなく、本当に片島さんの演出、また映画術っていうのがあって、プロデューサーさんが現場を下ごしらえしてくださって、で入山さんとタッグを組んでこの壮絶な芝居、この壮絶な脚本に臨めたので、みんなで一丸となって濃密な撮影期間を過ごして、でそれがこの1年経ってここに今日持ってこれて本当に嬉しく思います。本当に見てくださいましてありがとうございます。東出さんが脚本家の新井さんに会いたいと、はい、いうことで、お引き合わせしたんですけども、はい、新井さんからいきなり君は女子を殴ったことがあるかみたいな、はい、第一声でしたね、うん、また新井さんって色っぽくて渋いの でもう映画界の巨匠の新井さんとお会いするって会議室でと思ったら、本当に初めましても何もすっ飛ばして、お前女殴ったことあるかってマジかと思って椅子に座りながら言ってましたもんね。そうそうそう、はーってきて、そう。でも新井さんもいやすごい渾身のセリフがあって、この世界で売れるものばかりが大事だとは限らないんだって、そのみんなものづくり映画作りってなんだろう、いい映画ってなんだろう、いいお芝居ってなんだろうって思いながら、すごい売れるものもあれば、なかなかその興行収入とか視聴率っていうことではなくても一部の人に愛していただける作品もある中で、なんかそういう渾身のものづくりみたいなことを新井さんも標榜として目指してこの脚本もちろん書かれてるんだしっていうのがすごい伝わってきたので、素晴らしいセリフがいっぱいあったなと思いました。それでは真ん中向いてください。東出さんブラボーください。ブラボーください。ブラボーよろしいでしょうか。変わってやります。